こんにちは。こんにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい、えー、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、今回私たちはどうかしている第二話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。えっと、十五分。 のあたりですけど、水木有沙ささんがすごく意地悪い。そうですね、勝手に水作りして出て行かせを追い出そうとするシーンですね。あそこはいですね。すごくいいですね。けど、やっぱ、なんか、やっぱすごく色っぽいんですよね。ああ、そうですね。で、あの、水をぶっかけてからの、あの、蝶の話、あの、なんかこう、蝶はの綺麗なもの同士。 し <laughs> かし、手術残せないんだっていう。そう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 、そうそう、いいですね、僕、ちょっと前の10分ぐらいのところの東梁星ぐらいのところから <laughs>、めっちゃ怖いな、でもめっちゃいいですよね、<laughs> あそこね。あと、あの毎回、浜辺美み波みさんとあの横浜流星さんがあの大体水ぶっかけられるっていうね、<laughs> これはあのこのドラマの見どころですね。<laughs> 前回はあの雨に打たれて雨今回は池に入るのとあとあの花瓶で水かけられるって、ね <laughs> はいうね、まあ、あの美男美女っていうのはあの濡れてるっていうのもう大体あの美しいっていうのはありますからね <laughs> そこ見どころですよね <laughs> いいですねいいですね、うん、でもあの今回その 浜辺さんとあの横浜流星さんが話す機会がね、話すシーンが人のシーンが多かったですよね。うん、であって、すごくね、交流してたんですよね、あの25分のところも、うん、あのよく交流してたし、あと32分ぐらいのところもよくあのしてたと思っていて、素晴らしかったんじゃないかその2人がね、うん、基本的に軸になってて、すごくいいですよね。うん、うん で、あの食を通じてのその無言の交流みたいなのがあるじゃんあの食べてなんかこうなんかその言葉は交わさないんだけど、うん、その食べることであのなんだろうないろんなものをこう、うん、受け渡しするっていうシーンがいっぱいあるんだけどそれがなんか非常になんか面白いねなんか、うん、あのー、そうですね、うんうん、食があるというか言葉じゃないところでのその 表現というか、うんあの、やっぱ和菓子屋さんの話だから、出てくる和菓子、うん、それを食べてどう感じるとか、それ、その作ってるものに何かが、えっ、ー、と、込められてるとか、そういうところですよね。そう。そう、和菓子もね、あれ、めちゃいいですよね。なんかね、うん、食べたくなるというか、美味しそうだし、そう、ね、そうそうそう。いやー、ね、もなかの味とかね。うんうん。ね、あんこの、ね、こととか。ねうん、そう あまり気にしたことないけどね。いや、もう、そりゃそうだよね。うん、その職人さんは、もう職人だもんね、うん、この辺はね、うん。そう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 。ね、<ご>い思いが込められているというか。うん、そう、ドラマの作りとして、その小道具が、あの、いい芝居するというか、っていうところですよね。うん。うん、うん、そう、すごく良かった。 あとあの47分、もう本当に最後の方なんですけど、はい、あの寝ているところの2人の会話もすごく良かったですね、うん。うん、そう、あそこいいシーンですよね。<ー>そう。なんかふーって抜けてね。うん、うん。あのー、そう。いや、面白いですね。うん。そうですよね。そう、あと、あの、なんていうんですかね、えっ、ー、と、このドラマも、あの、秘密というか、 えっと、うん、南さん演じる奈緒が、えっ、ー、と、隠して、えっ、ー、と、自分の本当の本名とかっていうのを隠して、えっ、ー、と、母の事件の真相を探ろうとするっていうところ、サスペンス的なところがあるので、うん、そこが、あの、すごく引き込まれるポイントかなと思ってますね。うん、その、えっ、ー、と、ドラマ全体のその緊張感を作るベースとなっているところかなと思っていて、それがすごくいいですよね。あと、えっ、ー、と、設定っていうのかなえっ、ー、とー、 和菓子屋さん、老舗の和菓子屋さんのお家の中の話じゃないですか。うん、えっと、それが広いんじゃなくてかなり狭いから、その中で何かその狂気的なこと、うん、あの、うん、勝手に荷造りして追い出そうとしたりとか、食卓、うん、でぶち切れたりとか、うん、っていうのが、その、えっ、ー、と、広いところじゃなくて狭いところ、閉ざされた空間だから、そういうことがあり得るのかなっていう、うん、その真実味がを高めてるっていうところがあって、そこはすごくうまいなと思いますよね。ねうん。 面白いそうね、ね、なんか昔からの伝統を重んじる場所はあるんじゃないかっっって思ちちゃうううんん、ょとそう思っちゃいますよね。実際は分かんないけどね。いや、いや、強烈ですよね。お前はガダッつって追い出そうとしたりね。お水りとかね。そうそう。面白いですね。 なんか主演の2人がしっかりしててなんか周りの人たちがいいスパイスになってて、うん、すごくいいドラマーですよね、うん、なんか楽しみなドラマーですよね。うん、はいということではい、えー、私たちはどうかしている第2話でございました。ありがとうございいましたはいえー、この動画、少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思いまますすどうぞよろしししくおお願願いいいたます。